ちょっとあんたね。はい。この人はここで倒れていたあんたを助け起こしてあげただけじゃないの。え、そうなんですか。ごめんなさい、私痴漢だと。本当にすみませんでした。痴漢に間違われといて、よくそんなこと言えるわね。私、なんでこんなとこで倒れてたんでしょうか。あのね、あんたふざけてんの。いいえ、ここはどこですか。なんで私ここにいるんでしょうか。じゃあるまいし、大人をからかうのもいい加減にしなさいよね。行こう行こう。アルバイトあるんでしょ。アルバイト。どうしたのよ。あの女子高生のことが気になるんだ。さあ行こう。あ、アルバイト遅れるわよ。勝手にすれば。私先に帰る。バイトの時間だろうが、持たせた携帯早速役に立てやがって。早く来い、今日は忙しいんだから。Thank you.
私、教えられません。私、記憶喪失なんですか？ここはどこですか？なんで私ここにいるんですか？
何してんの、こんなところで。変なお店に行こうとか思ってたんじゃないの？人探し？まあ、ナンパなんかもそれの一種かしらね。ま、頑張ってね。ああ、お金余ってたらここに来てね。誰だ？はい、忘れ物。落とし物です。お礼を言うのは私の方です。このタウン氏のおかげで随分この町の様子が分かりました。つまりは勝手に読んじゃったってことなんですけど。え、本当ですか？お店じゃないんですけど、星占いのページ。何か占い師さんのあったかさが感じるんです。この占い読んでると。でも私、自分の星座がわからないんです。それが問題なんです。何か大昔のような気もするし、ついこの前みたいだなって感じもするし、つまり、わかんないんです。うん、これも記憶喪失なんです、多分。どこに落としちゃったんだろう、私の記憶。結構閉じみたいだし、私って。全然。それより私の占い見てみたいな。適当に誕生日決めちゃおう。よーし。あなたに出会ってからのことはよく覚えてるから、私の誕生日は今日、つまり4月15日。いいのいいの、自分で誕生日決められるなんて記憶喪失の特権ですよね。4月15日って自分と出会える週です。わあ、これって当たってるような気がします。新しいあなたはきっと新しい友人と出会えます。その友人があなたの悩みを必ず解決してくれることでしょう。この友人ってあなたのことですか？ありがとうございます。じゃあ一緒に私の記憶を探してもらえます？自分がどこの誰なのかやっぱり知りたいんです。お願いします。その前にもう一つ大事なお願いがあるんです。聞いてくれます？私のこと、君、君じゃ呼びにくいですよね。私も君、君って呼ばれると何ですか、白身さんって答えたくなるし。
決めたんで、ついでに名前も決めたいんです。何かいい名前ないですか？教えてくれるんですね。こんばんは。いらっしゃいませ。すみません、この制服なんですけど。5000円。5000円でどうです？は？5000円で買い取りましょう。奥に更衣室あるから早く着替えて。わかった。思い切って1万円出しましょう。その代わりホラー写真撮らせてもらいますよ。どんな女の子が来てたかわかるとお客さんも嬉しいんです。それとできれば今身につけてる下着も譲ってもらえると嬉しいんだけどな。え？何考えてんの、あんた。そういう趣味なんですか？それじゃない、やめてくれよ。なんだ、売ってくんないんだ、その制服。すみません。うん、初めて見る制服だね。どっかのど田舎の高校の制服なの、それ。やぼったいよね。まったく失礼な親父ですよね。私この制服気に入ってるんだから。でしょう。かなり。よーし、明日はこの辺の学校を片っ端から当たってみよう。ちょっと！
こんなところで何してんの？何言ってるのよ。君の代わりにタウン誌の取材してあげてるんじゃないの。で君を見かけてからわざわざ追っかけてきたのに、バイトもしないでどうしてこんなところで鼻の下伸ばしてうろうろしてるのよ。私というものがありながらこんな子供とこんないかがわしいところでイチャイチャしちゃって、もう思ってた通りだわ。隠行条例で捕まるわよ。嘘、また会いたいとかなんとか言って電話番号とかしっかり教えたんじゃないの。もう私の気持ち知ってるくせに、私とこの子とどっち取るのよ。今ここではっきりさせてよ。本気でそう言ってるのか怪しいけど、まあ今は許してあげる。でもこの子のために君がどうして何かしなくちゃいけないわけ。その子が本当に記憶喪失って言うならさっさと警察か病院に連れて行けばいいじゃない。なんなら私が一緒に警察行ってあげるわ。さあ行きましょう。あら、いなくなっちゃったみたい。分かっちゃった？肌と肌が触れ合うだけでそれが自分のパートナーだって理解し合える、そういう関係になったのね、私たち。あ、それはそうと、ごめんね、昨日は。うん、あの子のこと。授業が始まっちゃう。それじゃあ7時にタウンボックスで。今日のバイト代はフランス料理でいいからね。バイ。
おい、入稿直前まで原稿書いてるやつがいるかよ。とっとと占いコーナーなんてあげちまえ。お前さんが終わんないと恋人の智子さんも帰るに帰れないだろう。何言ってんのよ、いつもは避けてるくせに。締め切り間際だからって調子いいんじゃないの。ん？何考えてたの？怪しいな。だったら今度デート誘ってよ。本気？ちょっと待っててね。今スケジュール見るから。私は4月15日生まれ、おひつじ座のまゆです。よろしくお願いします。それじゃあ、印刷所に行ってる間の留守頼んだぞ。何ができたって？さっきのデートなんだけど、日曜の午後2時に2丁目の式で待ち合わせってことでよろしく。遅れちゃダメよ。ご注文は？水だけですか？本当に？お客さん、嫌がらせはやめてくださいよ。はい、お待ちどう。 動いてない。
何すんのよスケベ。なんだ君だったの。ごめん、ちゃんと約束通り来てくれたんだ。かかるな、その言い方。なんか隠してない？どうしたの？急に黙り込んじゃって。バカ、何よいきなり。場所を変えましょう。外はいい天気だし。なんか言った？ねえ、あれまだ持ってる？私があげたキーホルダー、ほら、尻尾のやつ。大事に使ってくれてるんだ。帰ろっか。じゃ、また明日。ねえ、起きなさいよ。教授見てるわよ。ねえ、なんでそんなに眠いの？何か疲れてるの？もう。ちょっと君、君、何しとるんだね、女子校の前で。
最近ね、この辺りでよく痴漢が出没するんだよね。自分は痴漢だって名乗る痴漢なんていないからね。ちょっとそこの交番まで来てもらおうかね。さあ、つべこべ言わずに交番に来るんだ。ちょっとおまわりさん。あ？なんですかな、お嬢さん。うちのお兄さんが何かしたんですか？え？お兄さん？最近痴漢が多いからお兄さんに迎えに来てもらってるんですけど、それっていけないことなんですか？あ、いや、なんだ、そういうことだったのか。ほら君、こういうことはちゃんと説明してもらわんと困るじゃないか。そうか、お兄さんか。いや、結構結構。じゃあ、本館はこれで。ご苦労様でした。また会いましたね。謝るのは私の方です。いろいろ忙しいのに引っ張り回しちゃって。それに市内の高校生じゃないって分かっただけでも一歩前進です。感謝してます。私の方こそ、いつも一緒に探してもらってとっても元気づけられてます。なんだ、社長がなんだってんだ、この野郎。チェーッ。ダメなんだから。このガキ。ごめんね。痛かったよね。ごめんね。
も、どっち使っていいんですか？もう一度近くを回ってみます。はい、分かってます。お兄さん、これ、あいつのだ。しょうがないな。今出られる？よかった。君、なんかなくしてない？あたり。うん、あの尻尾のキーホルダーついてたからすぐわかったわ。連絡つかなかったら部屋に直接行こうって思ってたのよ。私まだ学校だから。そうね、ヒレンザクラのところで待ってる。遅いぞ、こら。はい、これ。ねえ、それあげた時のこと覚えてる？あの頃の君って
私が友達になってあげなかったらずっと暗いままだったんだからね。ん？だったらもうちょっと私のこと大切にしてくれてもいいんじゃないの？この前キスしてくれたでしょ。私嬉しかった。あの時キスしてくれて嬉しかった。君がどう思うと私は少なくとも幸せだったの。あの子のこと？そう。それであの子、記憶戻ったの？じゃあ、頑張って記憶探ししてあげなくちゃね。どうしてだろう。きっと今君の気持ちってやつがはっきりと分かったからじゃないかな。そう、あの子のことが好きなのね、きっと。だからこれ以上私が何を言っても君の気持ちは動かない。そう思ったらなんだかさっぱりしちゃって。言ってあげて、あの子のところに。私しばらく一人になりたいから。誰だ？優しくしておいて急に私のことが心配だなんて。女の子の気持ちはあなたの都合で決まるようなものじゃないの。よーく考えてくださいね。